やば。誰こんなんでもベムです。いやなんかドンキに売ってるさ、こういう小さいさパックをつけたんだけど、あれ何 ?2 回に分けて使うのなんかよくわかんないから1回で全部使っちゃった。でどうしても余るから眉毛まで塗ったら気持ち悪い。誰えぐ。え、大丈夫？マスクマンじゃん。今日は私のインスタのリールをみんなと見てみようぜって思ってやったんだけど、こんな人がインスタのやつやっちゃダメでしょ。怖すぎるでしょ。この美意識どうのとかの話じゃないじゃん。まあいっか。もしベムの動画、この動画が初めてだよっていう人がいるのであれば、これ以外の動画見てくだされば、それが私の顔ですので他の動画見てください。でね、そう今日は TikTok で BL を検索したりタイを検索したりってことやっててたんだけど、今日は Instagram にも TikTok と似たような機能があるんですよね。でそれを見ていこうって思って、 TikTok よりめっちゃなんか BL 関連が出てくるの。しかもタイのね。だから今回私の Instagram のリールを皆様と見ていこうという企画になっております。よろしくお願いいたします。ピート・フォートじゃない。なんかツンデレよね、ピートくん。ツンデレっていうかちょっと冷たい感じで、犬だよね、フォートくん。うわ、揉めてるよ、女が、嫁が。あ、止めに入ってきて。やばい、お持ち帰された。お持ち帰された。やっぱガチだな。本当に付き合ってます宣言してるだけあるな。だってケツもまれてんじゃんこれ。ちょっとヒヤって顔じゃん。ほら、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、めっちゃ顔キモいんだけど、待って、早く落としたいんだけど。うわ。で、こういうのもあんだね、インスタ。めちゃくちゃ平野くんの腹に猿が。何これ。あ。ガチ悲しいやつ。めっちゃ顔きれい。やだ、なんかひどいな。もうそれどころじゃなくなっちゃってる自分の顔がひどすぎて。なんかタンタイプ味あるね。お、すごい。何韓国 BL？ 何これ。それともただの酔っ払い一般人。かっこいいね。嬉しいよね。顔すご。お寿司です。カレーライスも食べたいです。もう。ガルフと旅行。あ。毎年だって。嬉しいよね。毎年来てたんだね。おほん。うわー、一番くじやってほしい。あめっちゃ聞いてくれるんだけど。10すごくね。秋葉原っしょ。大阪、私でさえ大阪行ったことないのにな。なんかスマホがバグってる。めっちゃバグってる。なんで音が消えた。うまそう。え、なんで下モザイクかかってたの？何？何派？愛だよね。え、ね、これさ、モスバンクでも似たようなことやってて。やってて。おう。お、ラウールじゃん。ラウール。いいね。これ何？ブランコか。平和だね。ああ、スパポンド向けのターンじゃな。おおおお。うわー、楽しそう。日本でもやってほしかったけどね。いや、わかんない。ああ、顔シードかな。あれシーズン3欲しくね。あれめっちゃ良かった。キスがセックスしてた。うわーね、2人のラブ見て、イチャ見て。ね、この2人がガチで付き合ってるから、その2人で共演することなくなったっていう話になるのであれば、キューティーパイの2人はどうかガチで付き合っていても共演 NG みたいな感じにはしないでほしい。意味わかる？そういうこと。可愛すぎるんだけど。この彼超可愛いんだけど。もう何度でも見れるわ。何？まあ、ゆうくん日本のドラマ出てるよね。おお。エロいな。エロ。顔を落としてくるね。シャレにならん。なんだこの眉毛。剃りミスったやつがなんか、え、なんでこんなに上に上がってんの？どういうこと？わけわかんないんだけど、なんか今日顔近くね。え、なんか今日何？いいや。なんだ、嫉妬か？なんか顔怒ってるもんね、ミューククククククク。うわぁ。はっ！かわいいんだけど、何この子。何？あ、今見てるドラマの子だ。ねえ、このドラマなくなっちゃったんだけど、非表示になっちゃった全部。VPN つなぐないと見れなくなっちゃった。何言ってるか全然わかんないけど、かわいいね。かわいい。え、かわいい。え、でもいない。男性よくない？え、めっちゃいるじゃん。いてくれるじゃん。うん。え、そんな狭い穴に入るの？やっぱさすが肩幅が太平洋なだけあって、入れないよ。うわ、狭。え、ねえ、このさ、みゆくんじゃない、ガルフくんのさ、この穴に入ろうぜな感じめっちゃ可愛くない？っていうか、うわ、入ったって、うわ、きつそう。ねえ、だって180超えの男2人がドーナツの穴に入ってる現象何これ、マジで。うん。ねえ。しんど。何？え、何？めっちゃ可愛いんだけど。え、可愛いんだけど。何これ。飼育員さんも可愛いんだけど。何置いてんのこれ。全部腹に乗ってんのかわいすぎる笑えねえ、腹話術になってる。これさ、みゆくん、あ、みゆくんじゃねえや。みゆくんの、あれ？卒業に、ブライトくん来たよって話？だよね、多分そうだよね。何この子たち。何この生き物。何、もはや誰なんだけど、この外国人バージョンジミー。二重えぐ。うんね、もう本当に距離近いよね。これ面白かった。全然 BL 展開とかないけどめっちゃ良かった。これもう一回やってほしい。シーズン2欲しい。クリスくんマジ顔好きなんだけど、可愛すぎる。あ、1話。ああ、結婚おめでとう。え、もうなんかこういう風にやんの、マジで。ああ。コンディアオくん。ですよね。え、なんかドラマと顔が違う気がするんだけど。やばくない？え、やばくない？え？持ち帰られ方やばいんだけど。え、なんかもう全ての体勢が全てそれに見えるんだが。しんど。大丈夫なのこれ。うわ、ガルフかと思った。バカかっこいいんですけどね、かっこいい。いや、まあ時間あるだろうな。何やらせてんのねえ、絶対使いどころ違う。かっこいいのにこんなことやってんの、バンタン。めっちゃテレビ番組出てくる。天然だな。めっちゃバンタン出てくるんだけど。かわいい。え、マジで犬と猫って癒しだよね。どういう日本語だよこれ。おととい弟と夫と夫と夫とシャトゥトゥルルって、待って、全然 BL 系出てこなくなっちゃったんだけどこれ更新しちゃえばいいのよ。あーね、これ伝説じゃない？このマイクをこうやってやって聞こえないようにガルフ君と喋るミュウ君。何の話してたんだろうね。笑ってるし、うわっ本当に好きって感じ。これ結局のところこれどういうイベントなのだったの？かわいいんだけど。ガタイよ、ガタイいいんだけど、マイルの方がガタイいいの、すげえ。関節キス。え、顔よ、え、顔、顔、顔。Perfect. Thank you. なんかみゆくんがめっちゃ紫なんだけど、何これ、匂わせかな、うちんちと匂わせかな。飛ばしちゃった。男の密集度、人口密度えぐいんだけど。男はず、これ見たい。え、バイオリン弾くシーンなんかあったっけ？肌きれい。やべえ、パックやりすぎてる。私もうここまでにします。今日はちょっとすんごいいきなり始まって、あんな顔で始まってこんな顔で終わるのもあれですけど、本当にすいません。今日はなんかもうほぼボツにしようかなとか思っちゃってるレベルの動画ですこれ。なんかすいません、本当に何度も言いますけど、こんな動画でも本当に見てくださる方がいたのであれば、本当にご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネル、いろんな動画といいますか、そのリアクション動画を主に撮っております。そちらぜひ見てやってください。ということで、こちらのチャンネル登録していただければ、またすぐに次の動画が見られるかなって思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。なんかごめんね、本当に。バイバイ。